ドラゴンクエストワーク新星4メガモンハーゴン初見でボコボコにしていこうのコーナー上等だよ。はい、おはようございます。チーム手巻き TV です。ということで早速告知なんですけれども、今夜メガモン初日ということで星4ハーゴン借りまくり生放送やりたいと思います。おそらく夜20時、いつもよりね、ちょっと1時間早めにやりたいと思いますので、よろしくお願いいたします。ということで、この動画では予備知識なしでハーゴンに挑んでいきたいと思います。まあ、パーティーはね、昨日の生放送で組んであるやつ、銀河の剣軍団。ここまではね、いつもと同じなんですけど、メラバージョンです。ありがとうございます。いきなりスキル、2つともつけております。というのもですね、もう銀河なんてね、ずーっと対策されちゃって、基本的にボスはメラ耐性みたいなところがあったんですが、今回の新武器破壊の断りのサブスキル、死滅の極光、これがメラオアジバリアじゃないですか。まあ、なのでこれメラもね、今回のイベント絡みありそうなんで、これワンチャン久しぶりにね、メラ銀河がメガモンでバッカ輝くんじゃないかと期待しております。ちなみにメラ銀河の心、まあ、エビルプリーストとかの他に、キラーマジンガがね、やっぱ結構軍団、3人中2人に火力として入ってきてるんでね、このあたり火力が底上げされた新銀河軍団楽しみでございます。回復は神秘の推奨でいきたいと思います。それじゃあ、ソロで行ってみますかね。あれ？星3？え？ちょっと待って、星3？え？あ、これ俺弱い方のハーゴン登録してきた？もしかして。あ、違う。選べるのね。すいません。邪神官ハーゴンが星4なのね。あー、了解、びっくりした。じゃあこっち行くで。いや、でもメラ通らなかったら、ね、ちょっとどうしようかな。もう、メラフォース切れるまで待って、無属性になってから倒そうかな。回復いるし。それもいけるかもしれないけど、星4は舐めちゃいけないですよね。それでは一番楽しい初見チャレンジ行ってまいります。はい、出ましたね。たまにこのスカートの中身がチラ見えすんのやめい。さあ、まあ特にね、何かするつもりはないんですけども、まあ、超気合いためから、行ってみますか？せっかくなんで、はい。せっかくなんで、全員超気合いため準備。はい。そして、ラッキータロット。手巻きにかけときますか。攻撃力2段階アップ。さらに限界突破効果も付与されましたね。さあ、ハーゴン一旦目。おい、来いや。あ、いきなり呼ぶの？いきなり呼ぶのかよ。何今の？え？なんだ？ベリアルの邪念体っつってたよな。ベリアルが補助してんのか？意味わからんぞ。ただ、因果はめちゃめちゃ発動した。さあ、これ、研磨合一も発動して、なんか、オートだとどこ撃つかわかんねえから、覇王山。うわぁ！見て、耐性って書いてない。でも弱点って書いてないのも気になるけど。でも普通に覇王山撃てるんちゃう？どっちから行く？真ん中からやろ。ぶっ刺していく！メラ覇王山 !23000! よーし、やれる。よーし、やれるぞ。あー、こちらも研磨合一ありがてえ。メラ覇王山41000ダメージ。しゃー、なんだ、覇王でいいじゃん。もう新武器いらんやん。3人研磨こいつ。やる気がすごいよ。覇王山、ベリアル残しとくとなんかやばい展開。うわ、やっべ、122000いった。ゴリって減った。これが覇王山だ。さあ、ここは普通に全体回復でよかろうもん。回復しながらなんなら火力上げちゃって。火力は上がらず、まあいいでしょう。さあ、2ターン目終了でもう相手が半分以上減っている。ベリアルの攻撃は大したことないですね。甘い気か！無効です！なぜなら覇王だからです！覇王っていうか銀河だから。
え、これやばくないマジで。うわ、やば。火力やば。てか、今回の新武器、なんだっけ、破壊の断りだっけ、あれ、守りの盾ついてないから、マジこれ、銀河やん。ん銀河が最強ということが、また証明されてしまったか。覇王座撃っていきましょう。バッキバキ、ゴバッキバキ。ラハ、8000、8000。相手守備力1段階上がってるし、ちょっと物足りない。あー、やっぱ超怪人直撃出てくれないとな。覇王座。なるほどね。眠らせてくるのね、ベリアルが。いやー、よかった、銀河で。4万6000。これですよ。これですよ。運営さんの考えたギミック、すべて吹き飛ばすぶっ壊れ武器。それが銀河1万7000。さあ、ただ回復が間に合わないからね。お裾分け。お裾分け、メホイミだー。これは間に合うやつ。ちょっと待って。研磨合一とかお裾分けメホイミとかやばいわ。しかも、ね、銀河って HP1 で踏みとどまるからね。うん。全然まだピンチなように見えてピンチじゃないのよ。うん、もう一回動いたっていいよ。もう一回動いたっていいよ。踏みとどまるから。動くんかい。甘い気な。甘い気な。まあ確かにな。うん、なんか相手が甘い気打ってきた気はしないけど、まあドラクエ2って言ったらこちら側がね、ラリホーがめちゃめちゃ強かったからね。さあ、ということで、めちゃくちゃラリホー打ってくるんで気をつけてください。ベリアルだけ状態異常すると思いきや、ベリアル倒してもこれ本体の方も状態異常してくるんかい。え、マジ銀河じゃん。本当に。マジ銀河じゃないっすか。こんなの。一択じゃないっすか。使用武器、銀河。だってね、銀河以外だったら守りの盾使わなきゃいけないよ。新しい破壊の断りだったら。え？銀河やん。銀河やん。楽しくなってきた。銀河でした。はい。正解は、魔剣士銀河でした。覇王斬。手巻きはバイキルドかかってるからね。あーでも何も出ないと1万3000くらいか。あ、でも、インガは前の二人の方がもう発動してるんだ。トントンがインガ4段階。プリプリがインガ5段階。いや、そしてフォースチャージがいいですね。もうさ、無属性で使ってるとこのフォースチャージの恩恵得られなかったからね。このインガとフォースチャージでガンガン後半に向けた火力を整えていくこの感じ。最高じゃないですか。さあ、さらに、水晶は回復しながら火力もたまに上げてくれる。お、トントンの攻撃力上がった。さあ、そして相手がミリだぞ。我が軍の勝利か？我が軍の勝利か？うん、我が軍の勝利だな。うん。我が軍の勝利だー！灼熱か。イオナズン灼熱、いいですね。古き良き強烈なスキルを使ってくるっていう感じ。はい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 。ちなみにこの邪神の裁きでなんか消えるんだっけ？メラフォースが解けた。あー、そういうことね。スマートウォークだと守りの盾を解いてたけど、何か一つ解いてくるって感じが。これだけバフモリモリしてりゃ別に、大した致命傷は負ってねえわ。ということでせっかくなんでね、ちょっとベリアル殴ってみようか。うん、ベリアルな。ベリアルどんくらい硬いんかの？我。後ろから甘い息吐いてくれたけど。22,900。続きまして、インガーじゃないや、インガ。インガ6段階、インガ6段階、プリプリの、プリプリ覇王山。2万。さ、HP の色はどうだ？いやーでも全然 HP の色まだピンピンしてるな。だから HP10 万以上は確定っすね。なるほど。このまま行くと、助っ人がとどめを刺してくれる展開になりそうですね。直撃1万9000。いやーでもベリア全然、倒せないな。はい。ということで、まあ、敵が2匹いるんでね。フルオート。うん、これね、私のこだわってるところなんですけど、なかなか攻略面白そうですね。ということで、今夜の生放送では、フルオート探索ね。フルオート最適パを、探すような攻略生放送にしていきたいと思いますので、よかったら生放送も遊びに来てください。ということで、星4メガモン恐るるに足らぬ、我ハイカキングランドマスターゾーでした。よかったね。